北部の地形図山脈南部の地形図エグゼクティブコミッティ山脈は南極大陸西南極のマリーバードランドに位置する山脈である。5つの主要な火山が成形126度線の南北に沿って8 0トルに渡り連なる山脈である。アメリカ合衆国南極事業の飛行調査により1940年12月5日に発見され、 同事業の執行委員会の名前を取って命名された。個々の山の名称は他の山に先立ち1934年にアメリカ合衆国のリチャード・バードが発見したシドリー山を除き同委員会のメンバーを記念して命名されている。1959年にアメリカ地質調査所が山脈全域を調査しアメリカ海軍の空撮写真を用いて 周辺地域の地図を作成した。山脈を構成する火山は、北から順に以下の通りである。山脈の火山活動は100万年あたり、約9 6トルのペースで南へ移動しており、南へ向かうほど若い火山となっている。2010年から2011年にかけて、シドリー山から南へ5 5トルの地点において、山脈下における、 地殻深部のマグマ活動の兆候とみられる深さ25から 40km を震源とする深部、低周波地震の群発地震が観測され、レーダー調査により火山とみられる地形的特徴と約8000年前の氷床中部からウェシュ山より供給されたと考えられる顕著な火山灰の層が発見された。これらの状況は現在もマグマの活動が進行中であり、 火山活動が山脈の方向に沿って南方へ移動し続けていることを示している。震源地点における噴火は厚さ1.2から2キロメートルの氷床を貫通する可能性は低いものの氷床の移動に大きな影響を与える大量の湯海水を生み出す可能性がある。ありがとうございます。